こんにちは、サンリンです。今日もありがとうございます。今日は才能の見つけ方を5つ紹介したいと思います。ぜひ自分には大した才能がないと思われている方にも聞いていただければ嬉しいです。まず今日はどうしてこの才能というテーマで話そうと思ったのかと言いますと、引き寄せとか願望実現がうまくいかない人はそもそも才能を活かせていないというケースがすごく多いからということがまず一つあります。あともう一つが昨今の情勢の変化です。これから会社に雇われて生きていくっていう人生が今後だんだん成り立たなくなっていくんじゃないかという、そういう可能性が高まってきたことがあって、会社に雇われないで生きていくにはどうすればいいのかなって本気で考えるようになった人がとても増えているっていうことがあります。僕は7年前に自分でビジネスをやって生きていくっていう人生を初めて選びました。で、そこから本当に紆余曲折があって、うまくいったこともうまくいかなかったこともかなり大量に経験してきたんですけれども、これから自分でも何か始めたいとか、誰かに雇われないでフリーランスでも起業家でもいいんですけれども、自分で何かビジネスを起こして結果を出したいと思われている方に本当に心からお伝えしたいことっていうのが、やっぱり自分自身の才能をちゃんと知っておいて見てくださいねっていうことです。自分が持って生まれた才能とか強みとか、自分の武器ですね、こういったものに気づかないまま自分で何かビジネスを起こして食べていこうと考えるのはちょっと無謀なんじゃないかなというふうに思います。自分の才能や強みを深く知っているかどうか、そしてそれを活かせているかどうかで引き寄せられてくる物事も、自分の日々の充実感、幸福感も、そして結果も大きく変わります。特に無理することなく、あとは自分にとって向いてないことを無理やりやって苦しむことなく、幸せに楽しく世の中に価値を提供して生きていきたいということであれば、自分の才能や強みをはっきり知っておく、そしてその生かし方も分かっておくということは必要不可欠になります。それは自分の才能ではないことで長期的に結果を出すのは難しいというか、ほぼ不可能だからなんですね。いくら稼げそうなノウハウがあったとしても、何か稼げそうな案件があったとしても、自分の才能がそこで活かせないものだと結果はなかなか出ません。スポーツで例えると、野球で一流になれる人が必ずしもサッカーで一流になれるわけではないということと同じなんじゃないかなと思います。人には得意なことと不得意なことがあって、得意なことは継続もできるし一流にもなれるんですけれども、不得意なことはいくらやっても継続もできないし一流にもなれないということになります。なので自分でも気づかないで全く自分の才能と違うことをやってしまうと、死活問題というか、せっかく起業したり独立しても食べていけないということが起きてしまいます。僕自身も基本どんなビジネスを始めたとしても、継続的に結果を出せるようになったっていうこともありますし、不思議な引き寄せが起きるようになったっていうこともあるんですけれども、これはやっぱり自分の才能をはっきりと知って、その活かし方が分かってきてからのことでした。僕も起業したての時ですね、6年前とか7年前とかは今ほど自分の才能とか強みを自覚できていなかったので、はっきり言って何をやっても充実しないし結果が出ないという、そういう時期を過ごしていました。これを見てくださってる人の中には、もう雇われて生きていきたくないんだけれども、自分には何ができるのかわからないという方も少なくないんじゃないかなと思うんですけれども、自分の才能とか強みを分かっていないから、そういう状態、何をやっていいかわからないっていう状態になるんじゃないかなって思うんですよね。僕もこれまでいろんな経営者とか自営業者、自由業者の方、とご縁をいただいてきたんですけれども、やっぱり長期的に安定してうまくいっている人は、一人残らず自分の才能とか強みを自覚していて、その活かし方も分かっているっていう共通点がありました。なので、もし本当に人生自由に生きていきたいのであれば、まずは自分の才能を知りましょうと、これは声を大にして言いたいです。それくらいこれからの時代、自分の才能とか強みを知っておくことは大切なので、今日は自分の才能に気づく5つのヒントをお伝えしたいと思います。では早速なんですけれども、まず1つ目、1つ目はあなたは日頃何について他人と自分を比較してしまいますか？その答えにまつわることがあなたにとっての才能です。特にその分野の有名人とか著名人とか、その分野でとても権威のある人、結果を出している人と自分をいつも密かに比べているとしたら、間違いなくあなたの才能はその分野にあります。
どういうことかっていうと、例えば文章を書くことが才能であるっていう人は、日頃から密かに大物ブロガーさんとか作家さんといった、その文章の道の大御所と自分を比較して、自分なんてまだまだとか、あの人に比べて自分は才能がないなんていうふうにやってることが多いです。あとは例えば、じゃあユーモアが才能であるっていう人は、芸人さんと自分の面白さを密かに比較していたり、あとは人気者になる素質がある人は、自分よりも人気がある人と自分を比べているっていうことがよくあります。自分にとってそんなにこだわりもなくてどうでもいいことなのであれば、人と比べるっていうことは絶対にしないので、密かに心の中で自分と人を比較している分野があるとしたら、それがあなたにとっての天職とか才能につながる可能性が高いです。はい、では才能を見つけるポイント2つ目は、才能は違いに気づくことということです。例えば他人を見て、あの人はおしゃれだなとか、あの人は逆におしゃれじゃないなっていうことがわかるのであれば、自分にもおしゃれのセンスがあるっていうことです。そこのセンスがないと、そもそもそんな違いには気づかないからです。例えばですけれども、あの人のプレゼン能力は高いなって、もし他人を見て感じることがあれば、自分にも磨けば輝くプレゼンの才能があるっていうことですね。あと例えば、あの人は包容力があるなっていうふうに感じる時なんかでも同じです。他人を見て包容力があるとか、気配りができるとか、そういうところが目につくっていうことは、あなた自身にもどこかしらそれと同じ特徴を持っていたり、その素質の種を持っているっていうことになります。はい、では才能を見つける3つ目のポイントは、あなたが今までの人生で特に無理をすることなく人に喜ばれたこと、そして人の役に立ったこと、人に褒められたこと、ここに才能のヒントが隠されています。例えば僕がコーチングを始めたきっかけの一つが、10代の時から同級生に相談されて、それで適当に話を聞いてたら、その話し相手が自分で気持ちを整理してすっきりして去っていくみたいなことが多かったんですね。で、これって自分にとっては何の苦もなく、ただ聞いてるだけなんで、まあ、努力感なくできることなので、コーチングって自分に合ってるんじゃないかなって思ったことがあって、でそれがきっかけでコーチングを始めました。あともう一つヒントになったのが、昔テレアポのバイトやってたんですけれども、商品のことじゃなくて、その見込み客の身の上話を、まあ、これも適当に聞いていたら、あなたと喋ってるとすごく落ち着くわっていうふうに言ってもらえたことがありまして、僕としては全然特別なことをやってるような感覚はなかったので、人と話すこととか言葉を使って相手に安心してもらうっていうことが自分にとっての才能なのかなって感じたことがありまして、まあ、だからそれをコンテンツなんかにして仕事をやっています。才能というのは自分がどう感じるかも大切なんですけれども、人からどう言われるのか、人に必要とされるかどうかっていうところもとても大切になります。でも才能があるっていうことは、実は自分にとっては当たり前のことなので、自分がいろいろ無理して頑張って喜ばれたことだったら覚えてるんですけれども、何の気なしに無意識で生きてるだけで喜ばれたことっていうのは、なかなか自分的には価値も感じないし、見落としてしまいがちなんですよね。例えば僕の友人で、自分がいいなと思ったものを口コミしたり、まあ、別に紹介しようとしているわけじゃないんだけれども、いいなって感じたことについて喋るのが好きなので、それをたくさんやることで、紹介業で成功しているっていう人がいるんですけれども、その人も今では自分には人にお勧めすることが才能なんだっていう自覚があるみたいなんですけれども、自分の好きな物事を人に話すことなんていうのはあまりにも当たり前すぎて、そういういいものの情報ありがとうとか、いいことを教えてくれてありがとうって今まで言われていたことを見落としていたそうなんですね。はい、ということでこの3つ目のポイント、もう一度言いますと、自分が無理していない、自分にとっては当たり前すぎて無意識すぎて特別なことをしているっていう意識は全くないんだけれども、今まで人からありがとうって言ってもらえたり喜ばれたこと、ここに才能があります。はい、では4つ目は、才能は自覚して意識的に磨いていくことで初めて人生を豊かにしてくれるっていうことです。才能と一言で言うと、何か天才的な神がかり的な能力が最初から備わっているものなんじゃないかと、それを見つけさえすれば一瞬で人生が変わるんじゃないかっていうイメージを持たれている方少なくないんじゃないかなと思うんですけれども、そういうイメージを持っているとなかなか見つけづらいかもしれません。まあ中にはそういうケースもあるのかもしれないんですけれども、往々にして才能というものはものにするには磨く必要があるということです。才能もほとんどのものが
最初は素質レベルの未完成なものなんですよね。なので自分はこれが才能なのかなって思った能力が、その時点でプロ級じゃなくても天才級じゃなくても、それはもちろん才能と呼んでいいし認識していいということになります。ちなみにどうすれば才能が磨かれるのかっていうと、まずはこれが才能なんだと自覚すること、でそしてその才能を意識して使い続けるっていうことです。例えばさっき僕はコーチングの才能が自分にはあるんじゃないかなと、気づいたことがあったと言いましたけれども、その時点ではもちろんお金をいただいてやるっていう経験はなかったので、そこから何年もかけてお金をもらいながら、人とガチンコで対話をするっていう、その経験を積む必要がありました。そうやって意識して磨いていくことで、その目の前の人の人生のステージとか、意識レベルのステージはどの辺にあるのかなとか、その人の本質的な悩みって何なのかなみたいなところまで察知できるようにもなりましたし、その才能はコーチング以外のところでも使えるようになってきたわけなんですね。なので大切なのは、才能は初めから天才的な能力ではないっていうことですね。で、磨けば磨くほど才能があることに関しては伸びていくっていうことです。はい、では才能を見つける上で大切な5つ目のポイント、5つ目のポイントは、才能は複数の才能の集合体であるということです。これに気づくだけでも才能が見つけやすくなるし、自分の個性を認めやすくなるんじゃないかなと思います。才能は複数の才能の集合体。例えば一人の人に、あなたの才能は喋ることですねとか、あなたはチームを統率する才能もありますよねとか、そしてあなたは斬新なアイデアを出す才能もありますねっていうふうに言うと、どれも突出したものじゃないんだとか、要はどれも中途半端で一番になったことがないということで、どれも自分にとっての才能ではないとか、自分には中途半端なものしかないっていう認識をしている方、こういった方もですね、少なくないなと感じています。なんですけど、才能は複数の才能の集合体ですので、どの才能も一流じゃなかったとしても、例えば A という才能と B という才能と C という才能という、こうある程度の才能を同時に持っているっていうことこそが、その人の個性であり才能だっていうことです。例えばお笑い芸人並みのトーク力はなかったとしても、平均よりもトーク力があって、著名なカリスマ経営者ほどではないけれども統率力もあって、世紀の発明家ほどではないけれども斬新なアイデアを思いつくのであれば、その組み合わせこそがあなたの才能だっていうことです。僕も文章を書くこととか、話をすることとか、スピリチュアル自己啓発の知識とか、インターネットマーケティングの手法とか、チーム作りをすることとか、経営することとか、あとはお金を扱うこととか、別にどれも日本一になったこともなければ、全部中途半端といえば中途半端なんですよね。でもこの中途半端な才能の組み合わせこそが自分の才能なんだと思うようにしてますし、その組み合わせを時と場合によって使い分けることによって、誰からも雇われることなく好きなことをやって、基本自分がこれと思ってやることについては、大体結果が出せるようになっているのかなと思います。突出した才能がないと思われている方でも、複数の中途半端な才能の組み合わせこそが才能なんだっていうことを知っておいていただきたいなと思います。このチャンネルは引き寄せの法則とか、願望実現に興味のある方が見られていると思うんですけれども、結局引き寄せも願望実現も生まれ持った才能を生かすこと、これがつまりは天命を全うするということになります。それができるようになって初めて人生に味方されてると感じられるようなシンクロニシティがいっぱい起きたり、今までありえなかったレベルの引き寄せが起きる人生のゾーンに入っていけるっていうことなんですね。はい、ということで今日はこれからの時代を楽しく幸せに豊かに生きていくっていう上では、すごく大切な才能を見つける、自分の才能に気づく5つのポイントをお伝えしました。ぜひ一度きりの人生なので、授かった才能を使って価値をたくさん循環して、みんなで豊かになっていければなと願ってます。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。あなたの大成功をお祈りしています。